ってるみたい。直しましょう。皆さん笑っちゃいけない、こういうのは。申し訳ございませんでした。すぐにやめます。やっぱダメでしたね。ゼロになっちゃった。携帯回してます。皆さんの首が。もうこれでもうカノンはもう諦めます。です、戻った。はい、では麦茶を持ってこようと思います。はい、しょうがないですね。つるちゃん大丈夫ですか？つるちゃんは無事です。つるは麦茶を飲んだらいいですよね。はい、つるちゃんは麦茶を飲んでください。さあ、配信終わったのね。あ、そうなの。失礼、失礼いたしました。苦行じゃないです。もうダメって分かる。ここまでしてダメならもうダメなんです。はい、ございませんでした。さんまつり。短冊タクトクありがとうございます。よし、じゃあね。食べよっか、白焼きを。ウルカウントありがとうございます。続々ありがとうございます。厳しいですね。もう居酒屋さんちゃんはもう1周年をもって閉店になるかもしれないよ。これは本当に料理屋さんちゃんになる。うん、焼きをいただきます。お疲れ様です。短冊ドクドクありがとうございます。いきますよ。短冊ドクドクありがとう。バン生で見られたじゃないですよ。流れ星キラキラありがとうございます。短冊ドクドクもありがとうございます。おいしい。泡の率が高いと。それは子供ビールには向かないですね。泡だらけだもんね。後から反省、はい、します。白焼きミスとした、そういうこと。ちゃんとね、お仕事をしてくださってるので、いつもこんなにしっかり見てくださりありがとうございます。流れ星キラキラありがとうございます。おみちゃんお願いします。短冊ゾクゾクありがとうございます。つるちゃんどうしたの。つるちゃんちょっと白焼きめちゃめちゃ美味しいね。ちょっともう一個食べる。半分くらい。はい。自分のソースつけて。ああ。しな焼き美味しい。醤油をたくさんつける派です。流れ星キラキラありがとうございます。山ちゃんが来るんでありがとうございます。こんばんは。でもこれが OK だからさ、今多分居酒屋っていう言葉は大丈夫なの。多分子供ビールが見ちゃダメだ、見せちゃダメだからやめます。居酒屋さんちゃんはちょっとやっぱ1周年だから入れさせてほしい。なんざくざくざく、ありがとう。いつも見守ってくださりありがとうございます。メンバーの健康が保たれます。祝。え、ない祝が。祝一周年。あ、できた。あ、ちょっと待って。あー難しい。入れれました。ありがとう。ハートもありがとうございます。うん、泡がダメなんだ。
ひらがな、ひらがな、あ、ひらがなで入れる。でもこれがこれがもうデカデカと思う。ひらがなで入れたところでっていう感じですよね。パパンパパンパンパン。キャンメリーもダメなんだと思うよ。こんばんは、初見さん、ありがとうございます。愛知県出身17歳のさんちゃんこと奏でる音と書いて沢田かのです。ペコリゴン、今日はおかみさんちゃん頑張ってます。ちょっと今日前髪がなんかおかしいですね、今頃だけど。普通のコップもダメだと思う。でもさ、シャンメリーとブドウジュースのさ見分け方ってわからないよね。合わないもん。青森ではありませんが新潟のでやっています。お、本当ですか。ん、今日は青森フェアです。お店開店です。県のおかみさんですね、ありがとうございます。嬉しい。おかみさんちょっと今待機です。おかみさんちょっと待機で。はじめまして、インドネシア。あ、センキューセンキュー。Please call me さんちゃん。ジョッキが、あーかな、プラスチックのクレヨンしんちゃんなんだけどね。おい。うん、まあ普通のだったらやめとこうもん。ヨロピクね。かみさんちょっと待機です。かみさん待機時間ができちゃいました。おかみさん待機歌ってましょうかね、ちょっと気分もね。あ、歌おうとしたらちょっと次のメニューが届いたので再開いたします。ちょっとね、机がパンパンになってきたよ。どうしようかな。だって今から。これまで使ってたもんね。そうそう、これはアイスコーヒーも飲むし。全然使ってるやつ。はい。隠して飲もうなんてしてません。してません。あ、それでは次に次にこちら。じゃあ見て、こちらはリンゴ酢です。夏にぴったりなドリンリンゴジュースを今から作っていこうと思います。思います。もう本当にもうリンゴリンゴリンゴです。リンゴリンゴリンゴ、あ、リンゴリンゴリンゴっていうのを作っていこうと思います。いい、ね、入れる順番分からん。はいはい、まあ、何でもいいか。何でもいいんですけど、うん、1対1対2です。そう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 、いいですね。1頑張ろう。とりあえず入れて混ぜればなんとかなる。じゃあ、ちょ、空いてなかった。自分のは自分で作りましょう。あ、そうなんですか。じゃあそうしましょう。自分は作りたいから。あ、OK。 じゃあ入れてみます。1ってどれぐらい、これぐらい、透明じゃないから分かりづらいんだね。まあこんなぐらいでしょ。はい、じゃあ1入れてください。まあね、死なないから大丈夫、どんな風に入れても。まあね、そうで、今度はリンゴジュース、こちら青森のね、青森県の全く見えないやつなの。重さに美味しそうだなと思って、やっぱね、青森といえばリンゴってイメージがあるじゃん。ちょろ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 ぐらい。酢を入れすぎるとむせるよ。だってむす入れすぎた、多分かな。
チョロ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 くらいね。これはこれはいっぱい入れても大丈夫だ。あ、あ入れすぎた。もう終わりだ。これこれすすそうで、あこれ曲間違えた。3分の1入れちゃった。嘘。やばいじゃん。すすいです。炭酸多めでいきましょう。これじゃ少なくする、うん？それでいいんじゃない多分。これ少なめで。これとこれでも飲めるもん、ね。うんそう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 。閉めます。こぼれました。えー大丈夫。スルちゃん行ったそばが大丈夫。えあここにそうじゃあ大丈夫。ちょんちょんわさびがリンゴジュース味になる。じゃあ炭酸水入れます。音音音よっがいいからね。よいしょ。いやじゃあちょっとうんプシって行ってください。ふわおおプシ夏の音よ。夏の音よ。音よ。オーリン、あそうだそう、オーリンちゃん、オーリンちゃんもここにメモってあるよ。あの出身の、あ集中してるね。青森出身のあの有名人でピピエビ、ピピエビ、小坂大魔さん、大魔王さんと泉谷しげる、そう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 、泉谷しげるさんと、はい、オーリンちゃんなどなどがいました。炭素水が少ない。はい。おお大丈夫か。さあそして AKB あ48グループでは、はい、ね奈良美春さん NGT の方、あ津島ゆな子さん NGT の方、この方のあのニックネームがツナマヨで面白かった。え両方ツナマヨ？ん津島ゆな子さんでツナマヨ。ああとは横山由依さん、はい、チーム8の方、短冊ザクザクありがとうございます。じゃあちょっと入れるね。これさ、ワンパンまで入れば多分さ、言い割り合いだと思う。めっちゃパパに入れた。うん。はい、いただきます。で閉めます。いただきます。はい、いただいちゃってください。いいだね、大丈夫大丈夫、乾杯はしない。乾杯はしない。はい。こうシャキ。そう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 。お酢が強すぎた。強すぎた？これはストローじゃないんです。マドラーに見せかけた箸です。では混ぜます。タンザクザクザクありがとうございます。乾杯拒否。シャキゆかり。ツナマヨ昆布にシャキゆかり。ぐる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 。じゃあいただきます。リンゴジュース。過ぎた。あと済んだ。今日時計が見えない。タンザクザクザクありがとうございます。8時までだよね。うん。髪の毛が落ちてきちゃう。リンゴ酢と牛乳でヨーグルトっぽくなるって。ええー。薬じゃない。おかみそれください。いりますか？タンザクザクザクありがとうございます。飲みますか？そう、すんちゃんの時間がある。うはっ、あ、ダメ、夏にぴったりです。おいしい。おいしい。え、カノンすごいいい感じだと思う。割合味も薄すぎず濃すぎずって感じ。すんはかなり濃いよ。ハイビスカスありがとうございます。ハイビスカスカスカスコーヒー、そうそうそう、麦茶とミルクを混ぜるとカフェオレになるよ。え？え、どうかね。プハも封印。ダメ、プハはダメです。プハも乾杯もダメ。乾杯？うん。はい。じゃあ青森の紹介をここでバッとしたいと思います。住みたい県ランキングですね。いつもやってるんですけど、住みたい県ランキング2020にはなっちゃうんですけど、2020年は33位でした。うんうんっていうあの結果だと思うんですけれども、でもあの2019年の同じ住みたい県ランキングが43位だったんですよ。上がりましたね。そうなんです。1年で10位もアップしてるんです。魅力だ。そう、
住みたい県のランキングが順位もアップして23位になったかもしれない。でそれぐらいそうすごいビョーンと上がって何があったんだろうなってすごい気になりますね。そうですね、うん、なんか2回目の173日ありがとうございます。うん、なんか観光スポットみたいなのが、ね、なんか有名になったのかな、うん、分かんないけど。さあそれでは次、都道府県魅力度ランキングも2020年は14位、高い高い。そして19年は20位だったのでこちらも6位アップアップアップしております。6位、うん、違う6位、あの20位から14位に6位6個アップした。なんかもう成長してる。成長、うん、そんな感じです。であとはね、観光スポットだと弘前城って書いてある。え、弘前城、これかの間違えたかな、調べるの。これ弘前城のか。あと八甲田山って紅葉とかスキーが楽しめる場所です。火山群なんだって。青森県は結構北海道の方だから雪が降るの、うん、そうだね、東北だしね。うん、弘前城、そうそう、弘前城って書いてあったね。そう、国宝五城の一つだって。これが1位に出てた、ある記事の観光スポットで1位に出た。そうで、あとはね、ねぶた祭りだね、やっぱり。ねぶた祭りは知ってる？教科書とかにも載ってた？うん、ねぶた祭りがやっぱね。でなんか今年はなんかねぶた祭りもコロナの影響を受けて、だからもう早くねコロナがね収束に向かってほしいなと思いました。別名リンゴ城っていうんだって。うん、神奈川のうどん並、青森はリンゴの、うん、そうだよね、うん、だからこうやってさ、なんかスイカとかメロンもあるんだって知りました。青森は寒い、これだろうだ寒い高まるくん、そう、いろんなキャラクターがいたのいるけど、青森はこんな感じになっております。はい、で青森フェアもね、いろいろ食べてきたけどまだあるよ、まだね、まだ出てない。食べれるかな。食べれるよ。スルちゃん今いっぱい食べたら食べれなくなっちゃうからね。今ニンニクまだ来てないもんね。まだリンゴジュースしか来てないよ。まだまだいっぱいじゃん。え、どうしよう。ちょっと青森も堪能しつつ、居酒屋さんちゃん1周年食べれる。ちょっと急がないとね、スルちゃんのあれの時間が、もうバイバイの時間が来ちゃう。せんべい汁行きたい。スルちゃん遅れました。テスベしてた。偉いしてたの。えらい、少しだけやりに来ました。ありがとう、こんなおちゃらけてて申し訳ない楽しくやってるよ。ホタテも有名。うん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 、青森優先だよね。そう、ホタテも探したんだけどね、なかった。青森優先だよね。あ、わからない。できたものから終わってからさ、2時間一応できるじゃんね、八王。そうそうそう、ちょっとやっぱリモートっていうところを活用して、ちょっと8時制限は飲食業だけど、ちょっと今回は見逃してもらおうということで。何時まで？うん、お酒も提供してないし、提供しておりません。はい、楽しそうだね、こっちまでいい気になる。よかった、よかったよかった。桜が綺麗だって。桜？うん、あのね、弘前城。あ、でも桜ってさ、うん、地域によってさ、そうだね、いろんなのがあるもんね。変わるじゃん、咲く時期が。確かに。だから色とか形も多分違うと思う。で、真ん中の中部地方は、うん、ソメイヨシノ。ああ、あるね、ソメイヨシノが有名。おお。それで北海道の方は夏に桜が咲いて、そう、遅いんだよね。そう、沖縄は冬に咲くんです。そう、なんかのね、ドラマでなんか桜が見たいみたいな話になったんだけど、その2人のカップルで、女の子がなんかもう死んじゃうみたいな感じだったんだけど、桜が見たいみたいな感じで行こうって。でももう春は過ぎてて、うん、
やってるとこないかなって言って、その北海道の方のやつならあるって言って、まだ夏になってないけど北海道行ったの。そう、行こうとしたんだけど、行く前にちょっとあのね、ちょっと残念、もう行けなかった。そういうお話があったよ。それで終わりなの。うん、そうなの。それが最終回。最終回ぐらい。え、映画だったかな、わかんない。悲しい。あとサイン会申し込めてやめ、おく、あち、おく、当たります、おく、あー、当たりますように。当たりますように。きっと当たる、大丈夫。次は何頼む？ジュジュン。次何が来るかな。お、来ました。すごい、あ、ちゃんと、え、待って、来ましたか。ちょっと見せてください。色が全然違う。タイムしてください。ほら、皆さんにもお伝えしましょう。白、すごいいい匂いがする。白と黒。じゃじゃじゃーん。どうぞ。映らない。こう映る。皆さん持ち上げてちょっとお見せしようかな。はい。本当にホイル焼きだ。ホイル焼きだよ。ニンニクのホイル焼きが届きました。なんだったっけ。黒ニンニクとセレブ、ホワイトセレブ。すごい匂いがしてる。かっこいい。ホワイトセルフ。ホワイトセルフ。ホワセルフ。ホワセルフ。黒人とホラセルフ。じゃあまず白い方から、ホワイトセレブさん、ご登場いただきます。すごい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 。パーンパーン。見てください、この光り輝く白。ここに置け。白ホワイト、ご覧ください。ではこちら、ちょ、あ、これじゃあもすみちゃんに、はい、こちら、はい。で、そしてブラック。続いてご登場いただきますのは、真っ黒に日焼け、日焼けじゃない、日焼けじゃない、てってれってってー、ガングロニンニクさんです。黒、すごいね。もう漆黒の黒って感じじゃない。黒色なの。光で飛んでるけど、ほら見て、もう炭みたいな。ほら、クラビノーバとさ、クラビノーバだっけ、もう同化しちゃいそうなぐらい黒いの。黒色の見て、ほら、あ、ニンニクどこかなってぐらい。いやー、すごい、はい、黒い。あ、じゃあこれもすぬちゃん、いただきたいと思います。もう一粒ずつでもう、もう大変なことになりそうだね。いくよ、いくよ。食べ比べですね。はい、食べてみましょう。いただきます。いただきます。どんな味がするんだろう。こっちからいこう、こっちから。あ、うん、違うやん。一口でいっちゃった。うん、ほらほらって、あ、ほらほらじゃん。次、黒いきます。早くない？でもちょっとお芋っぽくなってる。ちょっとお芋だね。おいしい。黒いく、いく。え、お芋見た？香りが違うよ。うん、違うよね。これちょっと結構、うん、いや、あれ？黒がもうニンニクじゃなくなった。何になった？梅干しになった。いただきます。温かい梅干し。あ、すごい、濃くない？これわかる。梅干しもわかるけど、おにぎりとかお弁当のお米の、ね、お米欲しいね。めっちゃ美味しい。すごいすごいすごい。栗っていうか梅干しわかるよ。美味しい。ねっとり度が増してるし、この何、甘っぽい、甘い感じも増した。すごい、え、すごい。あと食感が全然違う。ね、こっちは結構白いホワイトの方がちょっと固めだよね。こっちに比べたらこっちもすごい、もうねっとりしかないって感じ。もう柔らかい。酸味あるね。オリーブオイルかけたら美味しいって。勉強頑張ります。あ、頑張ってください。皆さんもテストある方。いや、美味しい。勉強頑張ってね。そろそろ勉強もいい。これちょっと多分ね、お勉強頑張ってね、頑張ってね。カノの大嫌いなお勉強。
頑張ってね。ちょっとだけニンニクは好きだけど、ニンニクは好きだけど臭いのはちょっと無理だなって。あ、明日大変なこと、うん、おすすめだよ。確かにこうニンニク食べてるときニンニクを感じないよね、本当に。これニンニクってなるよね。うん、これ渡されてなんだろうって食べてもニンニクって気づかない。確かに。これでさ、なんか羊羹とか、いや、できそう。羊羹は無理だけど、あ、でもなんか書いてあった、タルトがなんとかとか書いてあった。お芋にも近いよね、すごい。タルトって言ったらもうデザートや。うん、ツイッターでもカノンも信じますよ、もちろん。カノンだって信じる。今日はちょっとお誕生日おめでとうやらなくてはなりません。では行きましょう。ハッピーバースデーの方がいらっしゃるので、あー、行きますよ、せーの。ハッピーバースデー Do you ハッピーバースデーさん、ハッピーバースデーリアンさん、ハッピーバースデーさん、おめでとう。はいはいおめでとうございます。おめでとう、おめでとう、おめでとう。カノンから、おかみさんちゃんから、心の心の心を込めて黒ニンニクを送りたいと思いますおめでとうございます。あん、あーん、パクッ、おめでとうございます。パチ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 、ありがとうございます。一年にしてください。すごいね、これなんか元気が出るね、やっぱりニンニクって。ニンニクってなんか元気出るって言うじゃん。しじみみたい。しじみも来るはずなんだよ今日。ニンニクパワー。白い方がいいの？黒い方が美味しい。カノは好き、どっちも良さがあるね。白い方は白い方で、本当にニンニクを食べたい時は白い方を食べた方がいいと思う。で、甘いもの食べたいなってなった時これでいい。で、黒い方で、なんか甘いもの食べたいなってあったらこれでいい。焼き芋っぽい感じもあるよね。ちょっと、あ、あー、短冊ザクザクありがとうございます。そして短冊ザクザクありがとうございます。横取りしたとダメだよ。軟骨食べたい。軟骨、軟骨、あ、軟骨も来てないね。ほぼ来てないです。そうなんだよ、こんなに食べたのにまだまだある。ちょっと道のりが長いですね。軟骨もよ。ちょっとお腹を減らそう。軟骨か、うん、つゆ焼きそばか。つゆ焼きそば。カモはせんべい汁が食べてみた。お、せんべい汁って何？せんべいが入ってるんだ。うん、まあ、なんでもいいから食べたいです。短冊今1289個です。皆さんありがとうございます。感謝申し上げます。もう感謝です。短冊ザクザクありがとうございます。短冊ザクザクありがとうございます。お疲れ様です。後ろの織姫さんに似てますか。ありがとうございます。もう若かりし頃のって感じですね恥ずかしい恥ずかしいでございます。若かりし頃のお写真でございました。はい、こんばんは、こんばんは皆さん。ちょっと短冊どこどこありがとうございます。短冊全部昨日カープファンに、お、カープファン、ブンピさん、違うか、わからない。ありがとう、でも来てくれて。短冊ザクザクありがとうございます。レインボースターもありがとうございます。お疲れ様です。ママさんお疲れ様です。じゃあなんか歌おうと思います。スルちゃんも歌ってくれますか。じゃあ2人で歌える歌なんだっけ、あのあれ、あ、はははあれだよ。わかる？何？歌おうと思うとちょうどね、すごいタイミングで。うわー、なんかすごいのが届いた。どうしたらいいんだろう。すごい、すごい、すごい。
ごいさ、旅館の匂いしない。旅館行ったことない。本当いいとこのご飯屋さんの匂いがするよ、本当に。本当にすごいよ、ほら見て、いい香りだよ。あ、すごい、あ、シールが恥ずかしい。ダメだ、これ一緒じゃいけなかった。スルちゃんシールがピカチュウ。アンパンマンさんちゃんの時にそうそう。じゃあまずこちら見てください。じゃじゃーん、今届いたのはですね、焼きそば。そうそう、つゆ焼きそばが届きました。見て、これはまだ焼きそばってことだから。これ焼きそば、焼きそばってこと。焼きそば。痛い痛い痛い。じゃあちょっと焼きそばでとりあえず食べてみましょうか。さなちゃん、これ取り分けますか、はい、これ嫌だ、すべて。いや、とてもね。じゃあこちらでちょっとわさびがつかないように取り分けていただいて。はい、はい、ついちゃっても美味しいよ。お前でしょ。うん、とりあえずちょびっと、まだ一体くるから、そう、そこないとこに。よいしょ。はい、じゃあちょっと最初は少し、よし、はい、少しよ。最初はちょっと少しいただいてみようと思います。青森フェアのつゆ焼きそばの、とりあえず焼きそば。すごい、ほんといいじゃん。具も入ってて、なんか目がお肉、極太麺だね、ほんとに。今言おうと思ったのに先を越されたな。いただきます。え、なにそれ、それはないよ。え、いいでしょ。だいただきます。時間が、なんだろう、すぬちゃん、すぬちゃんがいる、すぬちゃんがいるうちにやっとかない。生わらび餅だけ食べてみたい。うん、あ、すぬちゃんのツイッターのアカウントをぜひ皆さん教えていただけると。でもなんか短冊チャレンジもさ、しっかりしてるからね、しっかりしてる。醤油を入れてちょうどいいように作られてる感じですね。なんか焼きそばだけど、俺本当にうどんだね。うどんっていうか、なんか残しといてね。じゃあ次入れて、じゃあここに揚げ玉、天かす、揚げ玉っていうの、まあ、天かす、揚げ玉を入れます。じゃあちょっと見せてくれ。いくよ、これを入れます。パラパラパラー。中お湯かと思ったらつゆだった。お出汁じゃん、あれつゆか。今、ツになる。で、ネギもあ、なんか、落ちてる、すごい。ごめんなさい、拾います。他に3、4、5ですね。よし、拾いました。では、ここにかけていこうと思います。お出汁だよ、匂いが。匂いがすごいいいお出汁です。いいお出汁です。いいお出汁だね、本当に。これはね、お取り寄せしたものだもんね。うん、そう、難しいんだけど。これさ、置いてやらなきゃいけない感じだと思う。こうやって穴のとこ押さえてやるの。やってみます。うん、そういうの本当は蓋を押さえてやらなきゃいけないんだけど、ちょっと置けないからさ。どれぐらいかけるんだろう。つかるぐらいで。ちょっとでもさ、うどんじゃなくな、うどんじゃないからちょびっとできる。え、どれぐらい。もういいよ、これぐらいで食べてみよう。じゃあこれ混ぜます。混ぜましょう。混ぜ混ぜ。おお、ちょっと危ないな。じゃあどっちから食べる。どうぞ。いただきます。じゃあお先に、つゆ焼きそばになりました。つぬちゃんのツイッターも同時に写真が見れるって。え、どういうこと。つぬちゃんのツイッターのアカウントなんだっけ。本当にこの写真じゃない、食べてる見れるって。皆さんぜひ見てみてください。見てください。すぬちゃんのツイッター見てください。はい、すぬちゃんのツイッターのアカウントを知ってる方はぜひ教えてくださると嬉しいです。浸るぐらい。あ、このすぬちゃんが食べてみようと思います。たっぷりかけてだって。危なかったね。
そうアイコンね、ちょっと待って最大いただいてみようと思います。おいしそう。厨房感だ。あれスヌママ。短冊ザクザクありがとうございます。スヌママ。スヌママ。いいね。美味しいよ。今日はもう一回で晩は済むから。一回あったけどね。見なかったことにしよう。美味しい？ちょっともう一口食べたい。美味しいよね。全部食べて大丈夫ですか？すごい。え？これは？全部？食べよ。でもこれ全部食べたらもうお腹いっぱいで何も入らなくなりそうじゃない？ソースと時間的にもうこれしか食べれなさそう。まだ大丈夫。あと3品ぐらいはいけるよ。すごいね。うん。ザクザクザクありがとうございます。スヌちゃんのツイッターの写真上手だなだって。いただきます。これティンクスと一緒に食べたいからさこうなっちゃうよね。どうしようティンクスと食べたいって。うん、ちょっとお湯に悪いけどティンクスも食べたい。うん、美味しい。短冊ザクザクありがとうございます。短冊速報1327枚、ありがとうございます。感謝感謝感激。1327枚、2000枚だよね。頑張る、お願いします。皆さんチャレンジの方からぜひチェックしてみてください。あー短冊ザクザクありがとうございます。無理しないでね。じゃあちょっとすぬちゃん次のお料理までに一曲歌おう。ちょっとお腹大丈夫？お腹を空かせよう。短冊ザクザクありがとう。天かすザクザク、短冊ザクザクありがとうございます。7月7日までだけどね。そうだ、うん、めっちゃ美味しそう。短冊ザクザクありがとう。めっちゃ美味しそうだった。短冊ザクザクありがとう。うわー短冊ザクザクだ。短冊だ、まさに短冊ザクザクありがとうございます。短冊ザクザクありがとう皆さん。短冊ザクザクありがとう。うい短冊ザク。あ、ももたんさん、ももちゃん、ももちゃんって呼んでほしいなって。
呼べないよね。ももちゃんさんになっちゃう。ももた、そう、お腹すかせ作戦に行きたいと思います。短冊ザクザク、皆さんありがとう。じゃあちょっとそのお礼も込めて、あのお腹もすかせるのも込めて、一曲歌おう。短冊ザクザクありがとうございます。何がジクジク、ちょっと待ってね。短冊ザクザクありがとう。この辺で帰ります。ああそうなんですか、仕事があるな。気合いでください。せーの、気合いで、気合いで、気合いで頑張ってください。気合いだ。スルちゃんからも入りました。短冊ザクザクありがとうございます。よし、じゃあちょっとすねちゃん食べてばっかりいないでお腹を空かせるんだ。じゃあ、やります。マイクの音量調節します。あ、短冊ザクザクありがとうございます。あ、あ、あ、どう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 、あ、あ、あ、ちっちゃい、あ、食べてる食べてるじゃん、すねちゃん。どうですか？あ、でかすぎる、でかすぎる、ちょっとでかすぎる。せーの、あ、あ、あ、これぐらい、これぐらいでいこうと思います。じゃあちょっと、もうちょっと、すなちゃん、すなちゃん頑張って。あ、教室だ。よし、では二人で一曲歌いたいと思います。ちょっと頑張って歌おう。お腹を空かせなきゃだから頑張って、本気で。お腹を空かせる。冬を越えて
心をどこかに忘れている。思い出して桜が咲く季節に僕のことを一本の最後に一品食べて感想を。届いたものを紹介してください。なんだこれは。うなまきピンポン。はい、じゃあ行こうとね。生アラビが食べれなかった。わさび。わらび。わらび、わらび、じゃーん。え、なんで。うなまきいただきます。わらび餅。あー、わらびっていうか何か分かんなかった。いただきます。いただきます。一口で食べるの。うん、もうこ、うん、うん、やばいなこれは。もうこっからは一口。本当にいくね。うん、おいしい。すーママさんありがとう。青森に伝えてください。Thank you! ありがとうございました。ありがとうございました。
せん、また止まっちゃった。常連さんのおかえり、おかみをやらせていただきました、うん、サンキュー、あもりハプニング、また感想を聞いたところで止まっちゃった。よし、じゃあすぬちゃんが行っちゃったので、おかみは一人寂しく、なんていうの聞こえるの、言っちゃダメだ、言わないときます。はい、看板娘さん、お帰りでした。お帰りです、おかみかの。あっという間だね、もう2時間も経ったの。2時間も食べてるの、お菓子。でも食べてる量は少ないんですよ、一口ずついろんなものを食べてるの。そう、すぬちゃんなんかついてたね。すぬちゃんの短冊にも、短冊すぬちゃんのツイッターにも今日のメニューが載っているので、ぜひチェックしてみてください。2時間食べてるっておかしいよね、ちょっと動いとこ。ちょっと今あの品物が続々とあの片付いてる状態なので、このタイミングでちょっとお腹を空かせようと思います。今ならホコリ立てても大丈夫。短冊ドクドクありがとうございます。一人で満足ある、あるある。そうそう、違う違う、それそうなんだけど、言おうとした言葉はもう一個あって、一人でなんだっけ、こういうのしっぽりとしっぽりとちょっとリンゴジュースを飲みたいと思います。リンゴジュース、はい、短冊ゾクゾクありがとうございます。ジュース飲み放題、だるまさんが転んだ、ありがとうございます。一次会の締めですね。しっぽりと違う使い方合ってる、え、10日急遽お腹出し衣装、いやそれはやばいです、今から100回ぐらいやんないと。そう、もう言いません、その言葉は。まだ飲み干してない。だるまちゃんが来るんだ、ありがとうございます。ただいまの短冊ザクザクの状況、1451個、皆さんありがとう、感謝申し上げる、本当にありがとう。短冊ザクザク、さんちゃん二次会開始です。そういうことも言っちゃいけないよね、多分。こんばんは、短冊ザクザクありがとう。腹筋100回、これは嫌だ。ザクザクザクありがとうございます。あのんちゃんは飲んだらどうなるか分かりません、誰かに言われたことがある、めんどくさくなりそうってそんなことはないか。だるまちゃんコールだ、ありがとうございます。視聴者が少ないんかな、そうね、ちょっと暗いからね、今日はしっぽりとだもんだって。来てくれてありがとう皆さん、カノンはすごく嬉しいです。ゆるんかい、ありがとう。ずっと歌ってそう。どんな話？それはもう多分19歳の人がする話じゃない？それって。20歳を間近にして。カノンまだ17歳、セブンティーンなんだけど、もうちょっとタピオカの話とかした方がいいかな。その方がいいかも。こんばんは。ひとりおかみです。昨日ケーキ食べ過ぎたのでひたすら我慢してみてます。それは辛い。そうリクジェットもあったから。しめやかに打ち解けた様。じゃあ違うか、ちょっと。短冊イベント感謝感謝2000枚。恐竜に達成ができたら、さんちゃんの歓喜の舞が、おかみの歓喜の舞があるかもしれない。タピオカもブーム過ぎてる。ダメだ。わらび餅ドリンクとかあるんじゃない？永遠の17歳。誰もいない海。誰もいない。ここから短冊祭しますか？すごい短冊色が強いね、でも後ろが。裏音なめに美味しそう。わらび餅まだ来てない。まだ来てない。短冊ザクザクありがとう。和光神です。ウニじゃない、誰もいない、ウニじゃない。17歳、
300ザクザクありがとうございます。300ザクザクありがとう。いやー助けられてるな、みんなに、皆さんに助けられています。落ち着いて静かな様だから間違いではない。よかったよかった。ワックス型好きです、ありがとうございます。キュンです。そういえば10日の恋に入れることに、あ、それがあの伝えたいと言っていたことですか、メールに書いていた。ありがとう、伝えてくれて。誰もがウニお茶がわからん。皆さんウニになりたいですか、どういう質問。今ミスドの新作ベイクドチーズタルト、ドーナツ、ブルーベリー食べてます。美味しいのでおすすめです。食べたいです。ずるいです、楽しみ。短ザクザクザク、そう、あの森高千里さん、ん、千里さん、森高千里さん、こんばんは。短ザクザクザクありがとう。あ、そうです、あって、お、本当ですか、こんばんは。短ザクザクザクありがとう。お忘れかもしれませんがサイン会で手形会本日まです。ザクザクザク、お、教えてくれてありがとう。オンライン手形会サイン会ぜひ皆さんゲットしちゃってください。ゲッツ、あの何歳に見えてるかな、これ初見さんが見たら。なんやその質問だって、達成させるか、本当に。でもそれはあの無理しちゃダメなので、できる限り計画的に行きたいですね無理しないでね、行きたいです、ぜひよろしく。やったからには行きたい。ここまでね、だって1000今400何枚までやらせていただいたから、ここまで来たらやりたいです。せんべい汁はまだ食べてない。28かな、24、お姉さんじゃん。27、15、あらあ、15歳、若返ってる。22歳32歳、わーおー、みそ汁が30いろいろですね。24かな、だって黙ってたら24ぐらいに見えるかも、わからない。もう一回しやそう、井上ルカ先輩の遠いご親戚と聞いた覚えがあります。そうなんですか、ルーちゃんさん、ザクザクザクありがとうございます。見た目は大人、頭脳は子供、名探偵カノン、スザンより1個下、わーお、最終日って気づいてさっき手が、おー、危ない危ない危ない、ありがとうございます。カノンの後ろ映ってる短冊の横のお猿さんが、オラマルです。オラマルさんここにいます、連れてこようか、村森さん。村森さんがいれば多分楽しくないよ、みんな。今日は何が待ってるの、冒険かな、友達かな、さあ行こう、村森と一緒に出発。テンションがおかしくなってきちゃったよ、一人でいたら。皆さん応募したから当たってほしい、当たってほしい。ティーツイート申し訳なく、全然だよ。いやー、ティーンズユニットもね、皆さん本当にありがとうございましたね。結果はなかなかやっぱ先輩たちはさすがだったので、10期はね食い込めなくって、ちょっと結果は出なかったんですけれど、カッポーギグラビアは聞いたことない。伊坂さんちゃんの閉店時間は食べ終わり次第って感じです。メーターでカノン、シンズヒズズ、ラムルさんは軟体動物なので大丈夫です。願い事なんだろう、劇場公演デビュー、トーク会デビュー。でもトークライブに出てるので劇場公演デビューだと思います。僕の夢はアンダーで出ること。こんばんは、初見です。なんでやねん、新曲のトーク会、そうなの、この全然状況把握できてない。もうここ最近はこの準備を頑張ってた。短冊あと500くらい、あと500、よろしくお願いします。皆さん食べ終わったら下手そう、ティーンズに、あ、そう、マリンちゃんさんのセンターも楽しみですね。楽しみ、アンダーバタ出ますか、出たいです。おなまるさん、この市販、ん、卒業、この支配からの卒業電気が消えてた、道理で暗いわけだ。あ、ちょっとテンションが上がってきたかもしれない。短冊ありがとうございます。短冊ありがとう、しないでね。
カルメンに会って単独ドクドクと歌ってしまう。なんだってカルメンに合わせて単独ドクドクと歌っちゃうの？ちょっとなんか多分合ってないってことだな。単独ドクドクありがとうございます。アンダーだとお腹出してこんなに食べちゃいかんね。お縄踊ってないです。最後に踊るかもしれない。尾崎さん、なんだろう、この支配からの卒業。尾崎豊さん、どころ、どこどこ行った、どこ行った、尾崎豊さん何の曲があったっけ、有名な曲はありますか。あるよね絶対。ちょっと今出てこないけど、カルメン今度の再会も楽しみし、楽しみかのも、サインうまくなってますように。流れ星キラキラありがとうございます。いつもっぽくなった。暗いとうなずく、ん、進む、あ、光をつけましょう。短冊ゾクゾクありがとう。ピンポン、さっき言った卒業、踊るよ最後に。ザクザクザク、短冊ザクザク、ちょっと夜の校舎窓ガラス割ってくる。ダンス、あ、歌詞、歌詞さすが皆さんだってさすが皆さん。ちょっとちょっと出てきそうでね、もうこの辺まで出てる今。次の手があったかい、そうなれば左手、左手って書いた、カノンは多分右手にすると思います。左手だったらつっちゃいそう。なんちゃん時代劇とか似合いそうだってよく言われます。あい、思い出した思い出した、 I love you で今だけは悲しい歌聞きたくないよ、 I love you。 思い出した、指ね、これ長く見えるの、配信のカメラでやると、あ、見てすごいね、こうやってやるとすごい長く見えない、ほらすごい長いの。実際はそんな長くないです。あー、コメントが飲んじゃう、やばい。手形買いもサイン買いも申し込み済みで、あと当たる、当たるよきっと、当たる当たる、自動的仕事、そうなんだ、何年前かが分かんない。15の夜、カノは17歳、うまいね、ありがとう、よくご存じ、あ、どうもありがとうマドガラスを交わすのは15の夜、シェキナベイベイ、シェキナベイベイはなんだっけなんだっけ、ママミニホニャンさんとのシーンが載ってたけど、デートしてない、あれはあのファッションゼロ富士の時に撮ったオフショットです。あ、盗んだバイクで、あー、もうこの辺まで出る気がするんだけどな。好きなベイベーは何、内田優也さん、あ、盗んだバイク喋り出す、大阪で、あら、サンナシがいいなーだって。あー、サイン会か、録音かもいいね、ありがとう、返しましょう。窓ガラスは割っちゃダメです、勝ち続けなきゃならない、僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない、すごいいい歌っぽい。兄貴に借りたバイクよ、飛ばしてウイエーイ、クロスその胸の愛の十字架は、こうして髪をまとめてカップを切るカノンちゃんを見ると少年、ん、美人化するかな、するように頑張ります。スロポジも可愛かったよ、ありがとう、その年でよう知ってるわって、尾崎世代です、支配
卒業するのがこのキッポニーテール。あのね、最近はね、よく歌番組は I want you no 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 みたいなやつをよく聞きます。誰だっけ、てんてんてて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 、昨日のジロポジいっぱい映ってたね。本当に、え、本当に嘘、そんなにいっぱい映ってた。昨日見れてないんだよね。着付けもできる、かのんちゃん着付けできません。着付けとかね、大人だよね、すごい、そういう大人だと思う。はい、うん、何だろう、さんちゃんが旦那尾崎さんの顔になる、どういうこと、やめて、怖いかっこよくなっちゃう、可愛くなりましょう。何だろう、ありがとうございます。しないとブルーハ、ブルーハ、少年隊、そう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 、多分そう。ゆうこにゃん、つくやん、珍しく疲れた、疲れた、エゴだって睡眠時間の、そうなんだ、大丈夫ですか、ゆうこにゃんさん。ゆうこにゃんさんは本当にいい人ですから、多分無理をしてるかもしれない。無理しないでね、ちょっと伝えたいですね。カメムド、こんばんは。文章が読めないのは厳しい、一回ちょっとね、それは厳しいよ。だってカノン文章、文章送ってるよ、だっていつも送ってるよ、読んでね、ぜひ。初見さん、センキューセンキュー、プリーズコールミサンちゃん。アメブドク、うん、遊びに来てありがとう、ありがとう、うん、めっちゃ姿勢よくピーン、流れ星キラキラ、ありがとうございます。神さんの時間ですよ、よ、おかみさん時間ですよの方です。短冊ゾクゾクありがとうございます。少年、時間できたら日舞やってみた、あ、そうだ、されてたよね、日舞だっけ、やってらっしゃった、すごいね。時代劇とかにはそういうね、作法、所作、所作のね、所作とか舞とか大事よね。ルボリカロンちゃん、ハリースが出たから決勝メンバーアップすると顔、顔が、あー惜しかったか、あ、ゾクゾクゾク、ありがとう、ヨロピクね、ひとちの坂木美優ちゃんがカラオケで配信で恋の、なんだ恋のバカンス、来週からゼップツアー始まるからチームイメンバーを追い込むか、あーお作りも大事ですね、そうですね、これは僕ら負けるために生まれてきたわけじゃないよ。なんか有名な曲ありますか、みんなが知ってそうな、バルムシャンじゃなかった、短冊ザクザク、ありがとうございます、たくさんありがとう。8月10日公演とって、嬉しい、また出席企画に参加してください。お尻もやってたらしい、着付けできるようになったらできるようになるらしい、え、そうなんだ、短冊ザクザク、初見さんありがとうございます。愛知県、あれ見たことあるかもしれない、愛知県出身、17歳のさんちゃんことかなでろと書いて沢田くのです、ぺこりごー、ありがとう、短冊ザクザク、ありがとう、目立ってなんぼ、昨日タッチみたい、最高だったよ、だってよかったよかった、すねちゃん更新来た、あ、じゃあもうすぐ来るかな、短冊何枚行ったかね、行ったかね、そういえばエゴさんソロコン当たって、おめでとう、おー来ました、皆さん教えてくれてありがとう、短冊ザクザクもありがとう、せんべい汁が、めっちゃいい匂い、どうしよう、どうしよう、このままちょっと寝てもいいぐらいいい匂い、すんごい匂い、もう匂いを伝えてあげたい、どうにかしてショールーム、ショールームのさ 4K じゃない、なんていうんだっけこういうの、 3D じゃなくて 4D 機能ぐらいで、 8D 機能ぐらいで匂いをつけて、そうそうそう、
届けてあげたい。じゃーん、せんべい汁の届きました。届いた。見て、美味しそう。もう美味しそう。映せない、映せない。頑張って皆さん見てください。こぼれちゃう。めっちゃ美味しそうなんだけど。美味しそうだよ。いただきます。もうお腹がいっぱいになってきちゃったな。食べますせんべい。 4D で皆さんに伝えてあげたい。美味しそう。めっちゃ美味しいよ。これは最高だよ。皆さん見て、ほら、いや、初めて食べますせんべい汁。見て、せんべいが入ってる。せんべいが入ってる。せんべい汁だもんね。あ、野菜もたっぷり。あ、そっか、ツイッターで皆さん見ればちゃんと見えます。カノンはお汁がこぼれそうなので見せてあげられません。いただきます。熱そう。あ、うん、激うまなんだけど。うん、おいしい。おいしいね。1500枚突破ありがとうございます。めっちゃおいしい。柔らかくなってるせんべいは。カノン伝えるのが下手くそだから、ちょっと喋らないどこかな。お顔で。お野菜も、せんべいは何、お米、もち米、なんて言えばいいんだろう。しっとりっていうかね、すごい染みてて美味しい。美味しい。しめじも美味しい。シャキシャキしてる。あー、いい匂い。せんべいのものまね。こういう感じ。せんべいはもう、ほう、せんべいがもうこうなってる。今にも溶けそうな。こういうせんべいがこうなってます。地方のもの食べてるね。今年一食べてると思うよ。わかる。こういうせんべいです。っていうお味。優しくって、でも物足りなくない感じです。ちゃんと、じゃあ五木ひろしさんじゃないですあれは封印しました。美味しい。あ、なんて表現したらいい。新しい食感ですね。無理やり言おうと思ったら言うことはできるけど、でも、あ、せんべい自体に味はそんなついてなくて、うん、お汁の、お汁、お出汁というか、つゆの、おつゆですね。おつゆの味がちゃんと染みて、とても落ち着く味になっております。で、せんべいは、こういう感じです。じゃあ、ここで一旦ですね。メニューをおさらいしましょうか。もう何を食べて何を食べてないか分かんなくなっちゃった。短冊続々ありがとう。無理しないでね。なんか今日の雰囲気はまた違う感じだね。なんかお部屋がいつものお部屋じゃないみたい。キツネさんあるよ下に。じゃあ本日のお品書き、枝豆生わらび餅。届いたのは届きましたっていうね。さんざくざくざくありがとうございます。本日のお品書き、枝豆届きました。ごちそうさまです。生わらび餅まだです。楽しみ。すぬちゃんがね食べれなかったのが残念。
さあそれでは次、うなきも、あ、うなきももまだ来てないよ。これもうお腹はい、大変だ。これはもう一口ぐらいずついただいていこうと思います。中毒。さあ次、白焼きいただきましたね。もう白焼きをちょっと食べすぎたね。白焼きが食べすぎた。白焼きが美味しくて食べすぎました。さあ次、うな巻き。これはねもう美味しいと美味しいのコラボレーションっていう感じで、花束ありがとうございます。さあ次、いやね、あ、これなんでもないです。これはもう封印されました。はい次、くしもり。え、くしもりもまだ来てないじゃん。本当に一口ずつしか食べれないよ。かの自分でね用意しといてね、用意してもらえといてね、大丈夫です。みんなでゆっくり食べますんでね、これ配信の後に。さあそれでは次、次こっちに行って、刺し盛り。刺し盛りはサーモンとエビをいただいて、エビが超プリプリだった。はい次、軟骨まだ来てない。なんかヘビーなものが残ってない？大丈夫？では次、青森フェア。これはこれ見てください。青森の形をしています。ルビーの指輪。そうね、誕生。あ、また来ちゃいけない。はい、それでは次、青森フェアはせんべい汁。今いただいたせんべい汁です。美味しかった。では次、ニンニクのホイル焼き。これもねいただいたね。すごい黒ニンニクがもうこれはニンニクじゃないっていう感じでした。しじみラーメン。あ、これまたヘビーなものが、あー、ヘビーなものが届いています。皆さん食べに来て、食べに来てほしい。だるまさんがコロナありがとう。さあ次、ね、しじみラーメン気になるよね。しじみの話を今日、しじみラーメン食べるってなって話したの。しじみチャンスって知ってますか皆さん。しじみチャンス CM でやってますね。しじみチャンス、はい。しじみはなんか別にカロニーは関係ないんですけど、まだあれです、お酒を飲んだ後とかちょっと元気ないな時とか、まあそういう時にすごいいい感じなので、ぜひって感じです。はい、つゆ焼きそばいただきましたね。これはスルちゃんがお気に入りのつゆ焼きそば。揚げ玉がすごい美味しかった。はい、でリンゴジュース今もいただいております。すごくフレッシュで美味しいです。さあそれ、はじめまして、こんばんは。愛知県出身17歳のさんちゃんことかなでる音と書いて澤田かのんです。ペコリゴンお願いします。あ、初見さんありがとう。え、なんかさ今の時間帯になってまた初見さんが増え始めた。嬉しい、ありがとうございます。愛知県出身17歳のさんちゃんことかなでるとか言って澤田かのです。ペコリコンお願いします。ハラミちゃんなら、ハラミちゃん知ってるよ。ハラミちゃん出てたよね、ザ・ミュージックデイ。ザ・ミュージックデイもちょっと見た。この髪の毛嫌だ、嫌だよ。捕まった捕まった、危ない。じゃあお品書きはここに置いておきましょう。じゃあ次は何が出るかな。まだまだヘビーです。職場の知り合いが大ファンです。あら、そのお知り合いさんはぜひショールームに来てくださいとお伝えください。よいしょ、1549個、ありがとうございます。皆さん、はい、自分は勧め、あ、そういうことなんですか。ありがとうございますって伝えといて、おすすめさしてくださったことに、ね、来てくれてありがとうっていきなりなんですけど短冊を持ってないですかいきなりで申し訳ない。ぜひね、無料の短冊をお持ちの方がいたら澤田かのんによろしくお願いします。今ね、高級フルーツゼリーをかけて頑張っています。短冊ゾクゾクありがとう。短冊ゾクゾクありがとう。うなぎ巻きじゃない、うな巻きで、はい、うなぎ巻きって言うんだ。短冊書いて、うん、いきなり、そう、あ、初見さんありがとうございます。短冊ゾクゾク、短冊ゾクゾクありがとう、嬉しい、センキューセンキュー、感謝感謝、素晴らしい。前まで SK が大好きだった。じゃあまた SK が大好きになってもらえるように頑張ります。少しだけ、本当にありがとう。まだありがとうで、出しゃばっちゃって、ちょっと先に進みすぎた。ありがとう、短冊ゾクゾク嬉しい、ありがとう。清き良き短冊1
一足一短冊一枚をよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん短冊ちょっとねお腹が梅雨焼きそばとせんべい汁がちょっと膨れてきて、ま、お腹がちょっともろきままにしたそうなのでちょっととりあえずわらび餅に行きましょうすごい短冊つくづくありがとうございます。無理しないでね、短足なら可能もある今の SK 楽しい、楽しいですよ、今が一番楽しい。短足つくづく短足つくづくづくレインボースターありがとうございます。ちょっとお腹がいっぱいなので腹持ちがいい、そう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 、なので生わらび餅に行きましょう。短足つくづくありがとうございます。じゃあもうあと生わらび餅に行ってもいいですか皆さん。また後日食べます。だからもう生わらび餅だけにするね。短冊専門、おレインボーも投げといてありがとう。短冊ゾクゾク無理しないでね、ありがとう。あ今日は一周年おめでとうございます。ありがとうございます。お花の方もありがとうございます。鶏わらび餅に行こうと思います。どうぞ、道場ありがとう。短冊ゾクゾクありがとう。生わらび餅生生、おお短冊ゾクゾクありがとう。無理しないでね、もう入る前。おあと400、なんかすごい。短冊ゾクゾクありがとう。無理しないでね、わらび餅屋さん来てください。はい、串盛り登場せず、あららら、ちょっとまた後日いただこうと思います。なくなるもんじゃないから。あの七夕の笹から上全部ありがとうございます。嬉しい。デザートは入ります。こんばんは。しかも今日は生わらび餅ということで、皆さん知ってますか生わらび餅。美味しそう。かのも気になります、違いが。短冊ゾクゾクありがとう。思います。せんべい汁美味しかったね、本当に。別腹持ってます。せんべい汁美味しいよ、皆さん食べてみて。なんか美味しい。短冊ゾクゾクありがとう。生クリーム、生クリームは入ってない。短冊ゾクゾクありがとう。生コロンちゃん、ゆでわらび餅とか焼きわらび餅、えあるのかな、わかんないかな。今日は名古屋に行って居酒屋に2年連続なんかできてよかったです。ありがとうございました。おいしい。短冊ザクザクじゃない、短冊ザクザク。遊びに来たよ、ありがとう。暗いね、今日のここの部屋。いつも10分の1くらいの電気でやってる。黒蜜あるよ。短冊短冊ザク、そうガンダム、あそうそうガンダムのザクをイメージして書いてって言われてできたやつだから、カノンは全然知らないんだけどね。ちょっと願い事を、カノン書いてなかった、そういえば願い事、カノンの願い事も書こうかなとただいま思っております。何にしようかな。皆さん願い事書きましたか。ほらこれがカノンが、あ、スヌちゃんのにしよう。スヌちゃんこれ見て、これがカノンが考えたザクを知らないカノンが書いたザクです。想像のこういう感じだなと思って、で結局短冊になるじゃんって短冊になりました。タンザックです、覚えてね。皆さんの願いがここに詰まっています。カノンの願いをそういえば書いてなかった。今日はなんかあっという間のようで長い一日でして、すごいいきなりだけど、タンザクザクザクありがとうございます。今日は長いようであっという間か、長え、あっという間のようで長いのか、わかんない、一緒かもしれないけど、長くて9ザク、ザク9ザク、
ちょっと故障気味？違うか。うん。ディオン、え？カノンわからないから。短冊ザクザクありがとうございます。嬉しい。どんなこと？いろいろ書いてあるよ。でも結構ね、ファンの方からいただいたのも語ってあるんだけど、スンちゃんとかカノンに関してのことを書いてくださってすごい嬉しかった。ね、そういうことでもいいし、皆さんの個人的な願いでもいいので、ぜひ書いて。やってみてください。気になる方はスヌちゃんのツイッターをチェック。短冊ザクザクありがとう。ザクにカノン、ザクを結局見てないんだよね。見たっけ？見てないね。おここあ、カノンのアバター塩ありがとう。来ました来ました。あ、アカウントのあれありがとうございます。これスヌちゃんの妹のアカウントなのでぜひください。で、ね、今はあのこの今日食べたものがすごいアップされてるんですけど、400切ったよ。アップされてるんですけど、じゃーん、あ、鼻息で飛びそう、危ない。じゃーん、見てー、すごいよ、生わらび餅の登場です。いい、おいしそう。そう、ぜひ、あ、そうそう、すねちゃんのツイッターの話に戻るんだけど、ぜひフォローしてあげてね。てなこ、こくり、オラマルにはあげません。オラマルにはまだ早い。オラマルには早いでしょう。そう、きなこの、すごいね。ちょっとお箸、割り箸をあげますね。生とはなんぞやっていうことですね。食べてみようと思います。綺麗に割れました。短冊ザクザクありがとう。黒蜜は後でかけるね。ぐるぐる。触った感じは、うん、でもちょっと難しい。ちょっと食べてみないと分かんないです。食べてみます。大きいね一つ。ああ、もうすぐ。ああ、ちょ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 。しよう、いただきます。ああ切れちゃう。ちょっとほら、ほら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 、もう箸でトントン切れちゃう、トントン切れちゃう。ちょ、ちっちゃくしていただきます。うん、すごい、溶けてく溶けてく、もちもちかと思ったの。カノンもねっとりかな、もちもちかなって、溶けてく。溶けてっちゃった、溶けてっちゃった。苦手、ちゅ苦手とか言わないで。いや、カノンはもちもちしてるのかなとか、ねっとりしてるのかな、とろとろ、ちゃ溶けてた。たずくたくたくありがとうございます。初見さんありがとうございます。愛知県出身17歳のサンちゃんことかなでるとか言ってさ、だからです、ペコリコン。溶けてっちゃったの、もうちょっとお口の中にいてって感じ。美味しいから本当に溶けてっちゃった。そのままさんの情報見逃しちゃ、あ、飛んじゃった。いただきます。半分です。はい、振るんじゃない、もう溶けてっちゃうの、とろけてる、とろけてるよ。なんだかありがとう。噛めない噛めない、これ噛めない、とろける感じ、ヒューって感じ。ヒューっていなくなっちゃう、あ、いなくなったみたいな、そういう感じ。あー、初見さんありがとうございます。愛知県17歳のさんちゃんことかなでる音とか言って沢田かのです、ペコリゴン。生わらびスプーン、そうそう、だってほらさっき見たでしょ、箸で取ったらもうと、あの、ほら見て、取れちゃうっていうか、ほら見て、ちょっとこれはちょっとうまく伝わってないね。すごいよこれは。これ食べ過ぎたらダメだ。じゃあ戻ってき
ただいま、おかえり、戻ってきて、おかえり、お勉強はかどった？カロンはお箸が進んじゃった。はい、勉強進みましたか？おいしいよ、おいしいよ、お勉強お疲れ様です。これかけてみるね、黒蜜かけないとね、かけたのも食べてみる。ここに黒蜜ってもうなくなっちゃう。とろろ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 、幸せ幸せとは。うわー、うまくないかな、これ。ちょっとプロになれるかも。かける、かけすぎた。食べてみようと思います。かけた、こうかけた。見て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 、今スヌちゃんフォローしてきてありがとう。喜んでると思う。食べてみる。黒蜜ってすごいね。後味がふわって。黒蜜幸せな、幸せとは。これはだって残念ながらあんができないんです。ここで持ち上げるじゃん、あんって行こうとしたらもうここで落ちちゃうから、この距離も耐えられない、このわらび餅は。だからあんはできません。残念、皆さん、あんに耐えられないわらび餅だからしょうがない。髪の毛がボサボサになってきちゃった。スプーンないもん、スプーンでて、スプーンないもん、スプーンないもん、しょうがない。これまだ、これちょっとダメだ、全部なくなっちゃう、ダメ、やめよう、ストップ。話してアンケチだって、ごめんなさい、それは残念。うん、残念、残念ですね。これどうしよう、これ抜け出せなくなるよ、このわらび餅。自分で顔し、あ、強がっちゃって。だってアンしてみましょうか、してみましょうか。ほら、ここにあるでしょ、わらび餅が。で、いくよ、これをこうするじゃん、掴みます。あーしようかなって思ったな、あー届くかな、届くかな、あー届く、あー届かなかったそういうのはね、ちょっとあんまりやらなくていいです。はい、皆さん、お口を出してください、出してください、お口を開けてください。パク、どうですか、とろけましたか、どうですか、とろけましたか、美味しいくそ、届き、あー、美味しい、届きましたか。話したやんって操作してない、操作してない、してない。美味しいですか、これは。とろけますか、カロンのほっぺ丸届こうと思う、届けると思います。あー、粗末にしてないよ、ちゃんとここにもうキャッチ、全部キャッチ。ザクザクザク、ありがとう、無理しないね。とろ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 、こんばんは。スヌちゃんに会わせてほしかったって、そんなもう一生あげないよ、ゆとり感がいいな。ザクザクザク、ありがとう、落ちたあー落ちた、あ、残念。サンドコみたいに出れません。お、確実のランプがついたかな、わかんない。カイニャンさん20歳そうなの、カイニャンさん、カノン今カイニャンさんアバターじゃない、多分そうです。わー、704、皆さんありがとう、すごい、皆さん、短冊トクトクありがとう、嬉しい。ぜひ皆さん、あ、そう、あの、この明日誕生日、カイニャンさんお祝いしなきゃね、明日、明日配信いつやろうね、多分朝だと思います。こんばんは、
まだ行かない。ぜひ皆さんメニューの方からチャレンジを開いて短冊ないか見てきてください。最初の段階だと短冊が無料で10枚もらえます。青い短冊が僕のラッキーアイテムはわらび餅だ。え、そうなの？ラッキーラッキーじゃん。ラッキーラッキーラッキー。本店本だけ着替えました。よく似合ってます。リップも落ちてきちゃった、いっぱい食べたら。短冊です、よろしくお願いします。短冊フルーツゼリーを達成するべく頑張っています。あと300枚ぐらい。皆さんの清き、ああありがとうございます。短冊とかとかありがとう。皆さんの清き良き短冊一冊をお待ちしています。短冊とかとかありがとう。無理しないでね。うん、ラストスパートになってきて無理ない。そうなんです、そうなんです、無理ない程度に。ぜひね、無料の短冊持ってる方がいたらお願いします。天ぷら食べればグロスの効果、そうそう本当にそうだよね。黒蜜は何の効果にもならんな。短冊ザンクザクありがとう。もう投げちゃった。あーそっかそっか、うん、ありがとう。短冊ザクザク、あと300枚、よろしくお願いします。よろしくお願いします。虫が飛んでた。ラッキーペット、ラッキーラッキー。ねえ、黒蜜かけたらさ透明になってきた。透明っていうかきなこがさ、きなこが大変なこと、きなこが大変なことになっちゃった。ちょっと食べるね。今日の締めはとろけるわらび餅です。生わらび餅美味しい。腹筋しなきゃ、明日の朝腹筋配信かなこれ。わらび餅、そうなの。元ドラゴンズの方のわらび餅屋さんがある。名店高級ゼリーを食べて夏を乗り切りたいと沢田家は思っています。神がフルーツゼリー食べたいので本当は妹ちゃんに食べさせてあげたい優しい。そうなんです、妹ちゃんに食べさせてあげたい優しいお姉ちゃんなんです。その方が美味しそう。みきちゃんがフルーツゼリー食べたいって言ってま、食べたい言ってましたよ。だってかのんさんもうちょっとなんです。もうちょっとなんです、よろしくお願いします。わー短冊ザクザクありがとう。短冊ザクザク無理しないでね。あー短冊ザクザクありがとう、嬉しい。短冊ザクザク無理しないでね、ありがとう。こんばんは。うん、カノンさんはわらび餅を形にフルーツゼリーを求めています。説得力がないかもだけど食べたいんです。というかカノンさんはこのチャレンジをやるって決めたので最後までやり遂げたいという所存でございます。短冊ザクザクありがとう。去年の7月5日は前日食べ過ぎて運動配信だったんだよ。だってそれは運動しろって言ってるんだな。いやカノンもそう思う、その方がいいねきっと。そうしよう。短冊ザクザクありがとう。うわーありがとう。短冊ザクザク皆さん無理しないでね。短冊ザクザクありがとう、無理しないでね。短冊ザクザクありがとう、無理しないでね。そう負けて、うわー短冊ザクザクありがとう、無理しちゃダメよ。短冊ザクザク、短冊ザクザク、短冊ザクザクありがとうございます、無理しないでね。あだーす、ありがとうございます、ありがとうございます。そうちょっと今日のねお写真がさ、スヌちゃんのさツイッターに載ってるから、スヌちゃんのツイッターぜひ見てほしいし、スヌちゃん今頑張ってるのよ。スヌちゃんあの今オーディションに向けて頑張ってて、今時のねオーディションって結構 SNS のフォロワーさんとかもね審査対象に入るかもしれないから、おいしい、入るっぽいのでぜひ皆さんフォローしてあげてください。妹ちゃんのツイッターを、
札幌、来週の今日は札幌に行きます。楽しんできてね。ザクザクザクありがとう。4005人来た、嬉しい。あと200ぐらい、あと200ぐらいスクショしておかないと。うん、あ、大丈夫、切れないように。え、今何時？ちょっと待って、今何時？あ、もうすぐ21時。大丈夫、22時になったら切れちゃうんだけど、まだ大丈夫。スクショしとく？いやでもスクショでカノン切る可能性があるから、スクショで切る可能性があるからね。短冊ズクズクありがとう、無理しないでね。まあオーディションは常にあるんですね、今時のオーディションは。もうあの、はい、あのあれです、関わるらしいので、ぜひフォローもしてあげてください。前のレインボーより投げそうなの。短冊ズクズクありがとう、無理しないでね。カノンちゃん勉強に飽きちゃうたので、可愛いかのんちゃんください。あー、可愛いかのんちゃんですか。可愛いかわからないけど、じゃあ可愛い歌を歌いましょう。可愛い歌何があるかな。ダンザクザクザクありがとうございます。可愛い歌を歌いましょう。フォローしてる、ありがとう。そう、沢田かのんの妹でございます、スルちゃんね。ダンザクザクザクありがとう、無理しないでね。詩人よっこいしょになりそうなぐらい食べた幸せ。明日は運動配信かな。流れ星キラキラありがとう。定期的にしてます。タンザクザクザクありがとう、嬉しい。わー、ありがとう。タンザクザクザクありがとう。重力心、あざとかわいいカノンスクショタイムくれませんか。あざとかわいい、おかみさんちゃんだけどね、今日。あざとかわいい。あー、タンザクザクザクありがとう、無理しないでね。ほっぺつねる、あざとかわいいかな、恥ずかしかったね。あざとかわいい。見事につられる。今日の髪型はちょっといけてないかもだけど、頑張ってあざとかわいいポーズを考えます。絶対違う、あざとかわいいポーズ。主義の重制御、帰ろうとした時に、あ、違う、右側の5番目はまだ部活終わらない、君の存在がやがて影になる。遅いねって、遅いねって、2人言い合って微笑んだ、同じ道だから一緒に帰ろう。びっくりした。もし君に好きと言われたらそれは星の誕生くらいきっと。びっくりした。もう変なことするから、カロンがいつもと違うことするから。ゲーム機さんが怒った。ゲーム機って言っても多分ゲームはしてない、カラオケをしてるだけ。じゃあ歌いましょう。短冊ズクズクありがとうございます。この前の声にない反応した。いやん、あ、リングライトも消えた。さらに暗闇配信になっちゃった。さあ、それではこれはちょっと暗すぎるね。シャンパンは抜いてない。こっからシャンパンはやばいね。絶対違うよ。短冊ズクズクありがとう、無理しないでね。ちょっとリモコン入れて、ブルドン、ピンブルドン、かわいい。怖い。輝く星に心、早川先生のルームみたいになってる。お、早川ちゃん、キュンです。キュン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 、どうして。寂しく歌えないかもだけど、やってみようかな。まあ、この曲だけじゃないからね、とりあえず歌ってみます。すごい大きい音がする。
ブルドンからのリンブルドンについてって感のな。タンタクタクタクありがとう。ちょっと音が大きいんだよね多分これ。バンされちゃうから歌っちゃいけないね。日向坂さんはいいんだよね。日向坂さんもいいんだよね。まだ300、結構道のりは長い。日向坂さんは大丈夫。あっさりをあっさり飛ばすかのんさんに。なんでし、あ、読んじゃった読んじゃった読んじゃったよ。日向坂さんは大丈夫ですか。坂道を耐えるかわかんないけど、今1745ありがとう。気を耐え、ダンザクザクザクありがとう。キュン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 。なぜなんてマンデー聞かないで、チューステーきっと理解できないだろう。ウェンステー毎日サッデー見かけて、フライデー思い続けてきた。サンやばいね。サンデーもっと会いたいなんて不思議だ。きっと僕は声をかけられない。目と目合うと胸が締め付けられる。ちょっと分かっとらん。電車の窓って鏡代わりに、春の制服そっとチェックして、腕巻いてた幕のヘアゴムでポニーテール髪を束ねた。かわいい。君のその仕草に燃えちゃって、半端なかったね。申し訳ない。可愛い曲だったな。タンタクタクタクありがとう。おお、ミラーボールもありがとうございます。お、ミラーボールが映えてる。すごい映えてる。すごいいいですね。キラキラ流れ星もありがとうございます。じゃあ次、知ってる曲。なんなななんななんななんだよね。なんなななんななん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 。合ってる？行ってみよう。テロップ変える？変えるか。単独ダクダク、カノの願いは単独ダクダクにします。居酒屋さんちゃん一周年ありがとう。また挨拶するね。タンザクザクザクありがとう。合ってます。歌おう。じゃあちょっと待ってよ。カノンのこれさ、あのあれだよ、止めないように頑張って慎重に歌わないと。テロップとかスクショとか。満腹さんちゃんです。ウィーうんこれぐらいだよね。普通の距離はここだと思いました。1970、本当に本当に短冊ザクザクありがとう。ありがとう。だめ。さあ、マイクマイクマイク。
あ、消えちゃった。行ったかな。Let's do it.
4日だよ。いやこれは本当に素晴らしい居酒屋さんちゃん1周年記念になりました。ありがとう。もう1票でも投げてくれた皆さんありがとう。そして投げれもう持ってなかったけど応援してくださった皆さんもありがとう。そしてピンクの短冊も投げてくれた方も皆さん本当に本当にありがとう。切らないよ、切らない、切らないよ、落ち着いて。テロップありがとうございます。どうしよう、まずハートありがとう。嬉しい。だるまちゃんが転んだ、ありがとうございます。すべちゃんフルーツゼリーが届くよ。いやー嬉しい、嬉しいね、嬉しいね、皆さん嬉しい、嬉しい、ありがとう、ありがとう。モノタンさんについて2人目ありがとう。せんべいのモノマネのおかげですか。いやそんなことはない。スクショ、ダメ、スクショすると危ないから、はあ、リセットしないように、リセットしないように気をつけます。じゃあまず触らない、ドンツタッチ、スマートフォン触るなって。はい、じゃあだるまちゃんが来るんだ、ありがとうございます。わー見てー、鬼姫様ー、あー、スクショありがとう。横浜のみんなありがとう。そして横浜じゃないみんなもありがとう。だるまちゃんが来るんだ、ありがとう。すべてはすべちゃんの、カノンちゃんはカノンちゃんはドンツタッチ。クモちゃんありがとう。嬉しい、わーい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 、リセット公演はしないです。やった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 、何を歌おうかな。お礼にもう一曲歌いたいんだけどな、何歌おうかな。おめでとう、おめちゃんありがとう。あわー、ありがとうわ。ランキング発表、あ、それが大事。やばい、おいしい、タワーも出てる、ありがとう。これは女の子です、織姫さん、織姫様でございます。嬉しい、ちょっと嬉しいな、ありがとうございます。じゃあ触らないで、嬉しい、嬉しいよ、すごい嬉しい。さ、楽しみだね、あ、楽しみだね。オラ姫俺に歌います。何歌おうかな、何歌おうかな、何歌おうかな、迷っちゃった。飲み物ここにあります。じゃああれだね、フルーツゼリーを食べるためにもちょっと痩せないといけないで、お腹を今日は食べないけど、こういうのお腹いきましょう、全力でやるね。食べながらするんですか、大変ですね。それはね、いろいろこういうのも名前を歌います。歌うよ、結構すごいよ、みんなすごいよ、いやーすごいよ、みんなすごいよ、みんなのすごいよ、みんなすごいよ、だってすごいよすごいしか言ってないけどすごいんです、みなさんはすごい。じゃあ格闘技で名前いくね、振り付きで了解です。これ使えるかな、充電ないかな、使ってるもん、使えるかな、マイクが入るかだけやってみよう。これを切ってもう少々お待ちください。皆さん興奮冷めやまらややまぬうちにやりたいんですけど、ちょっと準備が、あダメだね、充電がないから、これはちょっと使ったら声が途中でなくなるね。じゃあマイク持ってやるわ、発泡着萌え、珍しいね皆さん、
闘技小屋は珍しいよ。さあ、それでは歌いたいと思います。恋の女はフルーツ大福の感謝を込めて歌います。聴いてください。セリフ忘れゼリー、あーゼリー回収大変だ。それはキラキラありがとうございます。嬉しい。キラキラ、いいぞ。新名にしろ言うときはもしもしもしものもしもしもしも来たら忘れないように気をつけます。名古屋星キラキラありがとうございます。あ、そうだ、ありがとう。テロップ触らない方がいいんだよね。でも口で言うね。ありがとうございます。改めて皆さん、カノンさんに短冊ザクザクを投げてくださった、届けてくださった皆さん、ありがとうございます。嬉しい嬉
落ち着いてテロップ打つ？危険だもんだって。短冊ギフト皆さんありがとうございました。胸熱だな、だって、うん、うーん、もうやる、いやでもさ、ずっと言うのも無理だからな。ちゃんとテロップ変えます、気をつけてね。カノンもうさ、もう震えてさ、余計危ない。短冊、あー危ない危ない、ギギギー、あーギフトありがとうございます、ございましたかな、ありがとうございます。心からのペコリゾン、絶対にヒットはしないもん。風を入れろ、成功、ありがとうございます。椅子に座れない、ありがとう、酔っ払ってないよ。泣きがら、泣きながら微笑んで、ちゃんと歌う？どうしよう、何歌おう。テロップ入れろ、リストはね、途中、うん、そこしか歌えない。テレレレテテ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 、そこまでしか。もうゼリフはダメ。大好き、大好きなの、それ歌おうかな。バンザイヴィーナス、いいね。僕は知っている。あなたがいてくれたからは学ぶないんです。ごめんなさい。バンザイヴィーナス。じゃあちょっと入れてくね。何曲か。カチタイム、元のショッピングモールでレジに並んでる君を見かけた。カートはトイレットペーパーだらけ、きっと安売りで買い込んだんだね。声をかけようか、素通りしようか、青春だ、恋なんだ、失うものなんかね、大
あらら、
ちは校舎の屋上に集まり、夜明けが来るのを一緒に待ってた。そう、星もない暗闇、段ボールを敷いて未来を語り合ってた。大きな悲しみ、途方に暮れた日々にいてもたってもいられなくて、明日の光を探しに来たんだ。希望をください、君がいて、僕がいて、彼がいて、彼女がいて、東の空が白んで新しい朝が来る。涙して抱き合って、肩組んで前を向こう。日差しに照らされて、僕たちはもう一度強くなれるさ。もうこの街は目覚めて動き始めたんだ。なくした時間を取り戻すように、ほら変わらない太陽を、みんなで手を伸ばせばぬくもりつかめるだろう。寡黙な月のあの優しさに癒された。
言ったの。見失いたくないと思う。その T シャツが眩しすぎる。それを人は生きがいて呼ぶのだろう。強い意志を持ってる太陽は自信過剰で共感できない。言うと正だし、真昼の空に浮かんでるような寡黙な月のあの不器用さが大好きなの。あなたにそっと遅れてついてゆく。いつだってこんな感じで近くにいさせて、隣を並んで歩けなくても構わない。時々は振り向いてみてね。印を決めてしまったら本当に楽だよ。何が当てはあなたの背中についてゆけばいい。さえもあなたの背中信じてついてゆく。私には地図はいらないし、どこへでも行くよ。そうして嫌だから手を繋いだりしないけど、さりげなく見守ってくれてる。20分。じゃああと2曲。楽しいです。皆さん、もう夜になってきたけど盛り上がる準備はできてますか？盛り上がりたいやつはとにもかくにもここへ来い。男も女もゲイも老いも若きも問わないよ。今日だけは
がとう。どうすれば
それでは今日は終わりにしようと思います。あと15分よっしゃ。うん、ありがとうございます。ありがとう。すごい、ちょっとわらび餅食べたくなったから食べるね。うん、おいしい。さあ、それでは今日も13位からサンデスタイム張り切ってどうぞ。13位サンデス、大好きだ、ありがとうございます。大好きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る、ありがとう。12位サンデス、ありがとう。11位サンデス、ありがとう。10位サンデス、アットマークコファミリーにとり、今日のわらび餅はとろろり、ありがとうございます。9位さんです、アットマークやコハムリー、ありがとう。8位さんです、ありがとうございます、ありがとう。7位さんです、ありがとう。6位さんです、アットマークやコハムリー、ありがとう。5位さんです、ありがとう。4位さんです、アットマークオンやコハムリー、ありがとう。そして3位さんです、ありがとう。そしてそして2位さんです、ありがとう。そしてそしてそして今日の第1位は、てんさんです、ありがとうありがとう。織姫様もありがとう。彦星様になってくれますか。はい、ありがとう。うん、ダメだな、カロンこういうのはダメだ。はい、それでは85位、85位はやっこさんはさんです、もちもち、ありがとう。あなたもぜひやっこファミリーになっちゃってくださいね、バキュン。はい、ということで今日は皆さんありがとう、やっこファミリーになってね。そして今日のねギフトの方もとりあえず、あの何何、ちょっと反応できてなかったところがあったらごめんね。今見てます、皆さんありがとう。うわー、もうすごいよ、もうね、ま、前のやつが見れなくなっちゃってるぐらい、今日はたくさん本当にありがとうございます。うん、なってやるか、だって、あ、ありがとう、嬉しい。じゃあ今日の貯金タイムに行きたいと思います。貯金タイムはね、今日前半1回バーンで途切れちゃったの、途切れちゃった。楽しかった、カノも楽しかった。ディクシュ、はい、ヤクファミリー最高だよ。さあ、そしたらチョキマルさんに前半の300円を入れると思います。まず100円、200円、300円、ありがとう。前半分チョキン、ありがとう。今日も皆さんありがとう、ペコリコン。さあ、そして、あ、足してやればよかったね、足してやればよかった。こりゃあしまった、こりゃあしまったな、うれしまった、しょうがない、もう入れちゃったもの入れまっちゃった。じゃあ今のあのね、あれは6256人の方がノベニーズで見てくださっているので600円の貯金をしたいと思います。500円と100円、600円。さあ、貯金いたしました。歌も聞いててありがとう、ノベが、ノベが。では、それでは皆さんお耳に気をつけてくださいね。せーの、ありがとうございます。今日はね、いっぱい食べていっぱい歌っても最高だったよ、楽しかった。居酒屋さんちゃん1周年もね、お祝いできたし、七夕もお祝いできたし、いいですね、いいですね、いいですね、今日はいいですね、いい日でしたね。はい、耳が大丈夫か、楽しかったよ、だってカノも楽しかった。そしてね、何より一番一番伝えなきゃいけないこと、短冊が2000枚達成いたしました。ありがとう皆さん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいよ、嬉しい。これでね、
お腹を空かせた妹のすねちゃんにフルーツゼリーを、高級フルーツゼリーを食べさせてあげることができますっていうのはそうなんですけど、はい、ありがとう。ルーレット、ルーレットまだ大阪があるんだけどさ、1個回す、回してもいいし、今度大阪やってから2個回してもいいんだけど、迷いますね。はい、迷いますね。どうする。でもあのツイッターがね、ツイッターがごちゃごちゃになっちゃうから、ツイッターがごちゃごちゃになっちゃうから大阪が終わったらにするわ。だってさ、今せっかくさ大阪のツイートしてくださってる方のがさ、どん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 さ下に行っちゃうわけじゃん。だから大阪終わってからにします。うん、大阪終わってからにします。はい美味しかった、全部美味しかった。今日青森美味しかった。青森フェア最高だったよ。じゃあ大阪も、まあ、今日は何をしてたかっていうと、遡るとカノンのおはようさんちゃんラジオで、カノンの日本完食で、居酒屋さんちゃん1周年記念をして晩をされちゃって、短冊七夕祝おうってなって、食べながら短冊に向けて頑張って、みんなのおかげで短冊が2000枚達成できて、いっぱい歌って感謝の気持ちを伝えたくていっぱい歌って終わったっていう感じですね。最高の一日、ありがとう。さあ楽しいですな。はい、そしてね、織姫様も来てくれてありがとう。くままる、くままる、くままる、くままるを呼んでいきましょうかなんで呼んでくるかわかんない彼女も、とりあえず呼んでこようと思ったから呼んできた。はい、彦星様ということで、さあそれでは、なんかすごい霧が、あれあと8分もあるんだよね。8分もあるの。でも8分やんなくてもいいんだよ、別にやんなくてもいいんだけど、今となってはいい思い出。そうだね、いい一日でした、ありがとう。クマだった、クマだよ、クマ丸。スクシュタイム、あそうだね、割烹着を着たからスクシュタイムをしよう。楽しかったね。一番、そう、本当番。あ、見てここに映る、ほら白いから、スクリーン、スクリーンと、スクリーンとこう同体同化しちゃって。そう、スクリーンももう遠い昔って感じだけどさ、ちゃんとほら、ちゃんと居酒屋のことが書いてあったんだよ、ほら見て。今来た方もいるかもしれないから、で、これほら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 、こういう感じ。スクリーンもほら、ここに当店は子供居酒屋でアルコール類は一切提供しておりませんっていう書いてありました。はい、あ、スクシュタイムしたかった。くんちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、ありがとう。じゃあちょっとカノンはスケイメンのことを忘れていたので、もう終わろうと思います。さあそれでは、今日も長い時間お付き合いいただいた皆さん、ありがとう。花もありがとう。さあそれでは、何を言おうとしたかもう最後に分かんなくなっちゃったけど、今日は本当に楽しかった。皆さん短冊ギフトもありがとう。少しでも気になってくださった方、ぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。早く先生映ってるのかな、ちょっと早赤ちゃん。それでは今日もこの辺で、またこやね、ありがとう。スクショ、彦星様と織姫様と織姫様とバイバイ、おやすみ、いい夢見てね、バイバイ、 I love you、 バイバイ、しっかり寝てね、バイチャッチャー、またね、ありがとう、本当にありがとう。いっぱい食べようね、フルーツ大福とフルーツゼリー食べようね、一緒に食べようね、バイバイ、おやすみ、ありがとう、あばよ、バイバイ。